その夢を生み出すのは妄想の時間なんですよね。ね、もうそうなんですかって感じでね、妄想妄想ってこれはいいですね。ちょっと太陽の光も暖かいよみたいなねって言ってね、土星の輪を見てね、わーっと言ったりね、土星のリングに感動せーって言ったり ね、でね、木星にもね注目せーって感じがするんですが、まあまあ、あの惑星科学の皆さんね、ワクワクせーっていう感じでね、それはいいとして、怒涛の勢いだあの後で言ってきますよ、 NASA にごめんなさいとか言ってね、星だけに銀幕スターっていうコメントがああそうですね、ありがとうございましたって感じで、はい、はい、待ってください、もしかしたら YouTube のなんか仕様変更があったかもしれない、ちょっと固定コメントに仕様がないなって感じでねあすいません井上さん、はい、本日配信やってどうでしたか。いやもう喉がカラカラでそれは感想だなんてあ滑った、はい、まず時間を実感できるのが時間の日本史でございます。そうですね、ダジャレなんかもいいですよね、なんかあの星見まどかさんにあの冷たくあしらわれ続けるダジャレの時間みたいな、ね、どういう時間ですかそれいやあの、はい、多分いっぱい人が集まってくると思いますじゃあちょっと一回やって様子を見てみますか。いやいや、まあ、チャンネル登録者が減ったらごめんなさい。あ減っちゃったらどうしよう。